も東京ドーム。はい、始まりました。ディランジーチャンネル、はい、お時間です。お時間始まりましたね。まあ暑くなってきましたねっていう。そうなんですよ、そうなんですよね。もうそろそろなんか夏っぽいなんか作りたいな、うん、思ったところ、夏っぽいカクテルといえばなんすかね。やっぱり爽快感があるっていうところだね。ミントとか使っちゃったりね。おお、ミント。おお、今回はね、今回はミントは使わないんだけど。そういやけどミントを使うカクテルといえば、うん、モヒート。モヒート、モヒート有名ですよね。最近ね、やっぱモヒートって結構流行ってるんですよ。あ、そうですね、まあ、結構前からね、うん、だいぶモヒートブームが長く続いてる中で、普段通りモヒート作ったらね、また面白くなかったりするかなと。ああ、おお、はい、ね、新しいね、モヒートというか新しいモヒート、こんなモヒートあったら面白いんじゃないかなって。おお、はいはい、それこそバズるモヒート、バズるモヒート。バズヒート、バズヒート、バズヒート、今回ね、ちょっと考えてきた、はい、やっていこうと思うんですけど、お願いいたします。何が変わってるかっていうと、うん、まあ見てもらったら分かるんですけど、これじゃん、日本のものを用意しました。じゃあもうミントはもうないし、まあ普通のモヒートっていうと、うん、ミントがあってライムジュース入れて、まあライムの切れたライムが入ってるのもあるし、カットライムもあって、うん、でクラッシュアイスに入れてって感じですよね、うん、砂糖が入ってね、砂糖、そう、それがシンプルなレシピなんですけれども、今回日本のものを使った和モヒート。おお、和モヒート。和モヒート。和モヒート。を作っていこうかなと思います。はい、材料の説明じゃあいいですか。僕はなんか棒と玉と草しか見えないから。まあね、材料で言うと、まずこちらすだち。すだち。はい。すだちを、まあこうやって今持ってますけど、一つ使います。あとこれはわさび。わさび。カクテルでわさびなんてなかなかないから、なかなかないですね、うん、で、飲むときにすりおろしてもらって、うん、味を変えて飲んだりするとまた、うん、一味違うモヒートになったりするので、はい、ワンポイントですね、それが、はい、これは山椒ですね。山椒の葉っぱ、葉っぱ、山椒の葉っぱ、うん、そう、うん、だからそれがミントの代わりになる、うんうん、作っていきますか。お願いします。スタッフですね。これは絞らなくてもいいんですよ、正直。後からピストルっていう棒、はい、で潰すので、うんうん、全然そこは、はい、まあ、入れてやっちゃやってみましょう、はい、でそこにさっきの山椒の葉っぱですね、はい、これを入れてきます。がっつりとね、入れますね、がっつり入れますよ、うん、やっぱね、せっかく使うのはやっぱり主張があった方がいいので、え、はい、入れていきます。でここにお砂糖を入れます。まあ、これは何ミリかっていうとすごい難しいんですけど、結構すだちの量、はい、果汁が少ないのでバランスをよく取ってあげてお酒と合わせるって感じなんですけど、これで、はい、ピストル、ピストル、ピストルね、ピストルね、ピストル、ピストル、発音が良くてね、ピストルになっちゃう、危ない。で潰してきます。でさっき一つは絞ってないので結構ね強く押してあげて、ただ葉っぱはね、結構潰しすぎると苦味とかも出ちゃうので、この加減は結構、うん、もうすでにその山椒の葉っぱの香りがしっかり香ってきますね。うん、めちゃくちゃパンとくるね、パンと。ピストルだけに、ピストルね。ラムもね、うん、入れつつ、はい、15mm 入れちゃいます。一回また味見をしてあげるといいでしょう、はい、味見します。うん、今回はクラッシュドアイスという氷ですね、はい、使ってきます。細かい氷なのですぐ冷えたりします。はい、そしたら炭酸をね、ここに入れていきましょう。爽快感をね、出すために、こんなもんかな、入
めすぎちゃってもね。これは難しいですよね、このモヒートの難しさ。氷が多いからしっかり炭酸を残しつつ、そう優しくね、できました。はいはい、はい、で、さっきね、わさびとあのすりおろしてもいいって言いましたけど、生姜とかもね、相性がいいので、お結構あの最初に入れるときに潰してあげてもいいですし、はい、あの食べながら飲んでもいい、うん、お好きな好みの味わいによって、そうで、こうやってガーニッシュでね、こう入れちゃってもいい、こういう風にね、うん、ガーニッシュとして食べれる生姜で、コショウを入れて、こんな感じで完成ですね、はい、完成です。どうでしょう、マモヒート、マモ初です。うまいでしょ、うまい、なんだろうな、この全部の素材がしっかりと溶け合いながら、この鼻の奥にずっとブーンと伸びてくる感じ、抜ける感じ、うん、そうなんですよね。あとね、これはね、浜辺よりあの竹林とかで飲みたくなるような、あと茶室とか、あの田舎の風鈴の時に、ね、あーいいっすね、そうですね、いいかもしれないですね。はい、うまい、これはうまい、これ絶対来たな、山椒の葉、うん、生姜の香りもね、ちゃんと出てくるし、ね、うん、うん、後から入れてもしっかり、うん、すだちもいいね、なかなかいいやつができたんじゃないでしょうか。じゃあわさびも入れてみますか。入れてみますか。こうやってね、すりたてはやっぱり香りもまた来ますから、結構吸ってるように見えますけど、全然吸えてないです。安心してください。この量ですよ、うん、入れても大丈夫だと思います。いや、大丈夫だと思います。すごいね、本当に全まだまだ、全然まだ中和が取れてて、じゃあちょっと入れちゃいますよ。おっ、うまい。うまい、全然全然辛くない。うまい、このぐらいあった方がいいかも。あ、本当だ、このぐらいあった方がいい。全然すごい辛みがあってね、しっかりとしたわさびの香りが最初のファーストインパクトでくるんで、うまいっすね、いいね、うまいっすね。これうちが初なので、特許ちゃんと取って申請しておきますので、はい、でも皆さんもこれ真似してね、面白いカクテルを作ってみてください。じゃあそんな感じでね、そんな感じで、はい、じゃあこの動画が面白いなとか良かったなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。次の動画まで See you!